異療地に通路を開設することができない。丸か罰かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ、罰ですね。袋地の所有者は、異療地、これ周りを囲んでいる土地ですね。袋地の周りを囲んでいる土地の所有者に対して、袋地の所有権移転登記が完了していなくても、異療地通行権を主張できます。 つまり、売買契約を締結していれば、袋地を取得しているので、異凝値通行権を主張することができるということなんですね。よって B は、所有権移転登記完了していなかったとしても、異凝値に通路を開設することができるので、誤りとなります。で、問い2ですねえ。監督処分です。高県知事免許を受けている宅建業者 A が、大津県の区域内の業務に関し、 大津県知事から受けた業務提示処分に違反した場合でも大津県知事は A の免許を取り消すことはできない丸かバツかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてえこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえまず問題文の状況としては高県知事免許を受けている宅建業者 A がいて A が大津、まあ、県のね、例えば土地とかの取引をしたと売買契約とかをしたとでその契約について え、ちょっと、宅建業法違反があって、オツ検知事から、ま、業務停止処分を受けたと。で、業務停止処分を受けたにもかかわらず、それに違反したってことなので、業務を行ったってことなんですよね、A さんが。で、問題文は、オツ検知事は A の免許を取り消すことはできない、丸かツかということなので、答えは、丸ですよね。オツ検知事は A の免許を取り消すことはできません。A は、コ県検知事から免許をもらってますよね。つまり、コ県検知事が管轄してるわけですよ。 その A の免許を別の知事が取り消しができるとなると、江県知事の立場ないわけですよね。従って、これ取り消し、免許取り消しができるのは免許を与えた公権知事だけなんですね。で、指示処分とか業務停止処分、まあ、これはね、ちっちゃな処分なんで、まあ、これについては他の知事が行っても構いません。つまりま、今回の問題文で言うと、小津県知事が A に対して業務停止処分をしてますよね。まあ、これは全然問題ないんですよ。 ただ、免許取り消しについては、免許をした後見知事しかダメですよっていう話なんですね。従、まあ、って、本門の場合っていうのは、後見知事のみ、A の免許を取り消すことができます。まあ、これはすごくね、重要な問題なんで、絶対覚えておきましょう。で、3番ですね。用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成、または保持のため、当該地域の特性に応じて、 合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする、丸バ罰かということですね。これ何書いてあるかっていうと、この特定用途制限地域っていうものが、まあどんな地域なのかっていうのがここに書いてあるわけなんですよ。その内容がここに書いてあるわけなんですね。で、まあこれが丸バ罰かという話なんですね。で これも考えたい方は、ちょっと動画ストップしていただいて、概要欄の方から問題の内容を確認していただければと思います。で、今回の問題、これ、×になります。で、どこが×かというと、特定用途制限地域っていうのは、用途地域が定められていない土地の区域、各個市街化調整区域は除きます。そこで定めることができるんですね。 問題文見ると、用途地域の一つであるって書いてあるんですよ。用途地域の一つである。つまり、この特定用途制限地域っていうのは、用途地域の一つなんだって言ってるわけなんですよね。用途地域っていうのは、第一種低層住居専用地域だったりとか、商業地域だったりとか、工業専用地域だったりとか、そういったものを表すんですね。13個あったと思うんですけども、わからない方ね、そちらちょっと確認していただきたいんですが、その用途地域の中に特定用途制限地域って入っていないんですね。 だから、この点、誤りだというふうになります。で、これちょっと、え、しっかり理解する必要があるんですね。で、今回理解するための一部だけ、ちょっとお伝えいたします。この特定用途制限地域っていうのは、文字通り、用途を制限する地域なんですね。用途を制限する。まあ、特定って言ってもいいですよ。特定の用途を制限する地域なんです。 で、何のためにこの用途を制限するかっていうと、良好な環境を形成したり、えー、守るため。そのために用途を制限するんですね。用途っていうのはこれ使い道って話です。使い道。その土地の使い道ですね。例えばその土地について住宅用の土地として使うのか、工場用地として使うのか、商業ビル用地として使うのか、みたいなイメージです。どんな用途で使うんですかっていう意味ですね。どんな使い道なんですかっていうことです。 で、この良好な環境を作ったり、守ったりするために、こんな建物建てちゃ,てちゃいけませんよっていうふうに、制限すべき用途の概要を定めるんですね。 で、まあちょっと具体例もあるんですけれども、ちょっと今回ですね、無料なので、ちょっと具体例は控えさせていただきたいと思います。あとですね、また別途理解すべき部分があってですね、それがここの部分ですね、用途地域が定められていない土地の区域、各個市街化調整区域を除く、これがどういった区域かっていうところですね。これもすいません、ちょっと個別指導の内容になりますので、ちょっと個別指導でお伝えする形になります。で、多くの方が、まあこういった部分を丸暗記するんですよね。 だから結局分からなくなっていくんですよで。今言ったような部分っていうものをちゃんと理解をしていくと合格するための力っていうものがついてくるんですね。なんでそういった部分をしっかりですね理解していっていただければと思います。そして動画の始めにもお伝えした通り現実に卓球に落ちている方に共通していることとはどんなことなのか動画を作成させていただきましたのでこちらの真ん中の動画ぜひご覧ください。 この動画を見て、宅建に落ちないために何をすべきなのかをぜひ考えていただければと思います。レトスの小野でした。